皆さんこんにちは。こんにちは。今回紹介していく珍兵器はアメリカで開発された核兵器です。ちょっと前に引き続き今回も核兵器か。前に紹介した核兵器はサダムというもので、人力で配置して起爆するというものだったね。確か起爆するまで誰かが監視せんとあかん、事実上の自爆兵器やったというやつやな。今回紹介するのはサダムと同じ時期1960年代に開発された兵器で、見た目は異なりますが兄弟みたいな兵器でした。やばい兄弟や。ということで、一体どのような兵器だったのか早速見ていこうと思います。こちらです。あれ、これロケット砲か。この兵器は M388 デイビークロケットと呼ばれていたもので、アメリカで開発された中では最小の核弾頭を発射する核無反動砲システムでした。核無反動砲。最初にこの動画はこのような構成でお送りします。この核無反動砲はなぜ開発されたのか、その簡単な歴史について、そしてデイビークロケットの性能や運用方法です。まずデイビークロケットの開発が始まったのは1950年代後半です。ということは第二次世界大戦が終結してからだいたい10年後ってことか。核兵器は例えば広島や長崎に投下された初期のものを見てもわかるように非常に大型でした。サイズは全長が約3メートル以上、重量も5トンを超えている超大型爆弾です。アメリカではこの核兵器が従来の戦争を大きく変えるゲームチェンジャーになるという考えが一部で広まっており、彼らは核の登場で既存の高価な地上軍はもはや時代遅れであるとまで信じていたそうです。一発で都市を丸ごと破壊できる威力を見たらそう思うわな。ただこのような核兵器は B-29 のような大型爆撃機で運用可能なもので、核兵器もその威力から一度に広範囲を破壊する戦略兵器になっていました。つまり通常の爆弾のように個々の部隊や基地だけを破壊するような戦術的な使用方法は特性上不可能でした。使えば無関係な一般人も巻き込まれてしまうからな。しかしソ連が核実験に成功したこともあり、1950年代に入るとアメリカでは核技術が急速に発達していきます。1957年後半、アメリカでは核兵器開発を担当する政府機関である原子力委員会が前線で使用できる局所的な核兵器、つまり超小型戦術核弾頭の開発に成功します。これが以前紹介したサダムやデイビークロケットに搭載される W54 という核兵器になります。翌年1958年1月、原子力委員会は陸軍に対しこの核弾頭を兵器システムに組み込み使用する研究開発を委ねます。ほう。当時陸軍の兵器当局は開発された超小型核弾頭が一体どの兵器と組み合わせると最適なのか調査を行いました。対象となった兵器は誘導ミサイルや一般的な大砲、迫撃砲など20余りの兵器でした。手当たり次第全部ってことか。その中で行き着いたのがこの無反動砲でした。質問なんやけど、なんで無反動砲ってことになったん？詳細は不明なのですが、構造が単純で、かつ迅速に展開することができ、少ない人数で組み立てて発射できるという点も評価されたと考えられます。なるほど。当時この兵器は、バトルグループアトミック・デリバリーシステムと呼び、軍の最優先事項として開発を開始します。調査開始から半年余り経った1958年8月には、正式にデイビークロケットと呼ばれるようになりました。同年1958年11月に試作デイビークロケットを納入。さらに開発と試験を続け、1961年5月に実戦配備されました。あれ、前のサダムの配備はいつやった？サダムは1965年ね。あれの方が後なんやな。ゆるふわ軍事チャンネル。次にデイビークロケットの性能を見ていきましょう。冒頭紹介したように弾頭には W54 というアメリカで開発された中では最小の核兵器が使用されていました。重量はわずか 23kg。 めちゃ軽いな。女の子でもモテるかもしれないね。ちなみに
実際に発射される核弾頭そのものの質量は 34kg あったとされています。一般的に核兵器といえば威力を高める設計がされるのですが、W54 については逆に威力を抑えるため研究と試験が繰り返されました。結果 W54 の核出力は TNT 爆薬換算で10トンに抑えることに成功しています。広島型原爆が約15キロトンやから1500分の1程度の威力か。次に核弾頭を発射する無反動砲を見ていこうと思います。デイビークロケットの無反動砲には M28 と M29 の2つのタイプがありました。何が違う？単純に M28 は直径 120mm の口径に対し、 M29 は大型化され 155mm になっていたんだよ。ほう。砲身の重量も M28 は 49kg、 M29 は約3倍以上重い 143kg。 最大射程は M28 は 2km だったのに対して、 M29 は 4km あったとされています。ということは用途に合わせて両方配備されたってことか。デイビークロケットは合計で2100機生産されたものの、2100配備開始から間もなく射程が短い M28 は M29 に随時置き換えられたとされているね。そうなんか。デイビークロケットはその後1971年まで約10年間配備されました。初期のモデルは当時 NATO が第三次世界大戦が勃発した場合最初の戦場になると想定された西ドイツのフルダという地域にあった大隊に優先配備されていました。以降時代の変化とともにグアムやハワイ、韓国、そして沖縄にも配備されていたことが明らかになっています。沖縄にも配備されとったんか。デイビークロケットはどのように発射されたのでしょうか。なんか見た目からめちゃツッコミどころありそうな感じやけどな。アメリカ陸軍によると M28 は小型軽量であったことからジープに搭載するような形で自走砲としてそのまま発射したり、分解された状態で現地で組み立てて発射することもできました。ほう。一方重い M29 でもジープから発射できたものの、こちらは主に M113 装甲兵員輸送車を利用する方法が取られていました。装甲兵員輸送車を利用する場合は分解状態になっており、現地で組み立てた後に発射される方法が取られました。組み立てから発射に必要な人員は3人から5人でした。地上設置は車両から三脚などを展開し無反動砲を取り付けます。そして発射薬を入れる前にスポッティングライフルを対象にめがけて発射。スポッティングライフル。一般的に無反動砲を発射する前にその着弾地点を予測するために銃弾を発射するってやつね。つまりあらかじめ発射して無反動砲を適切な角度に調整するってやつか。そういうことになります。M28 には 20mm、M29 には 37mm のスポッティングライフルが搭載されていました。スポッティングライフルは、実際に使用する核弾頭と同じ放物線を描き着弾するよう開発されており、着弾地点で白い煙が出るようになっていたそうです。正しい角度が分かったところで、発射薬などを装填し、核弾頭を先端に取り付けます。これで発射準備完了です。なんか核兵器扱っとるって感じがせえへんな。発射する前には核弾頭の設定もありました。まず放った弾頭は高度60センチと12メートルで起爆するモードがあり、どちらか選択します。また起爆までの最低時間を設定することもでき、調整幅は1秒から50秒でした。このタイマーは設定された時間より先に地面に核弾頭が落下した場合も起爆しないように設計されていました。あれか、例えば不良で目標の手前に落下しても起爆はせえへんようになってたって感じか。これ以外にも安全装置はついていたのですが、このタイマーは想定外の落下が発生した場合の安全装置の一つとしても働いたと言われています。質問なんやけど、発射して核爆発が発生しても撃った人たちは大丈夫なん？この兵器がいろいろ言われるのはその点ね。発射した人が核爆発に巻き込まれるんじゃないかという疑惑があるのは事実ね。核爆発の威力について紹介すると、まず発射された W54 はスポッティングライフルの着弾地点から
おおよそ50メートル程度の誤差で着弾し、起爆する性能がありました。命中精度は高そうやな。そして核弾頭は、起爆とともに線量にして、即死レベルの100シーベルトを超える放射線を出し、爆心地から半径160メートル以外の人は、被爆した状況にもよるのですが、即死、もしくは数日後には死亡するとされていました。100シーベルト。爆心地から半径600メートル以内の人も、6シーベルトという極めて高い線量にさらされるとされていました。そこは威力が小さくても、核兵器って感じか。ベイビークロケットを発射した兵士は大丈夫なのかという疑問については、マニュアルでは、丘の後ろ側や塹壕に隠れた状態で遠隔操作で発射することになっており、核爆発から身を守るため、頭を守るような姿勢にするよう指示もされていました。ほう。したがって、あくまで 4km の最大射程で発射した場合は、核兵器の威力からも、直接その爆発に巻き込まれ即死する可能性は低かったと考えられます。ただし核爆発に伴う放射性物質を含む塵などで被爆することが考えられ、何らかの健康被害が生じるリスクはゼロではなかったと思われます。どの道すぐ逃げんとあかん兵器やん。あかねちゃんはサダムとデイビークロケットどっち使ってみたいかな。アホなこと言うな。今回紹介したデイビークロケットは配備が始まった6年後、1967年にはヨーロッパ地域では徐々に撤去が始まり、冒頭紹介したように1971年には他の地域に配備されていた兵器も全て撤去されました。あれ？サダムはもうちょっと長かった気するけど。サダムは1989年まで配備されていたね。この差は一体どこにあったん？デイビークロケットは運用コストも安価で命中精度も比較的高く、想像するより優れた兵器だったと言われています。それにもかかわらず早々に撤去された理由については、1969年頃に原子力委員会と国防総省との討論会でその理由が出ていたらしく、当時第3装甲師団の司令官だったという人物はこのように話しています。一部の軍人がこの兵器を使って勝手に核戦争を追っ始める恐れがあった。かわいい声して随分やばいこと言っとるで。でもそんな手軽に核攻撃できる兵器やったん？もちろん核兵器なので厳重に管理されています。つまり、あえて大げさに言うと、今でいう弾道ミサイルや戦闘機などから投下するような核兵器に比べると、わずかな人員で核攻撃ができてしまう潜在的なリスクが潜んでいたということになるね。地球上にはそんな兵器が何年も配備されとったんか。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。